三木俊英探偵機関呉田博士海岸の死体海中の灯台めがけて小舟が一つ途中で間違いができねばよい探偵好きの呉田博士も病気には勝てぬ。 秋の暮れに重い風邪をひいてから見つきばかり病床に横たわり医学校の方も欠勤せねばならなかった助手の中澤医学士と堀医学士の手厚い看護のためにようやく回復したけれどもその時はもう冬のさなかで東京は雪を交えた秩父おろしで寒い頃であったで博士はしばらく病後の体を養うために中澤医学士を連れて 島の国の阿弥岬に近い暖かい海岸に転地したが博士はその海岸に滞在中またもや一個不思議な探偵事件に遭遇したのである阿弥岬の沖は潮流激しく険しき暗礁が魔物のように隠れていて雨津さえ濃霧が時々海面を閉ざすので船舶の航海を安全にするために一つの灯台が立っていた この灯台は調子などのそれとは異なって全く海岸から離れた遠い波の中の暗礁の上にぽつりとただ一軒切り立っていた全部赤塗りの高い高い壮麗な灯台であって夜になるとその白色回転灯の光は大彗星のようにキラリキラリと暗い海上にひらめいたがおよそ1回りも沖に離れているので昼間海岸から望むと 灯台はさながら小さな浮きの大きさぐらいにしか見えない右も左もただ屏風たる海原ばかりそして荒れの日なぞには土涛が第1階の欄干の辺りまでほえよじるのであったこの寂しい離れ小島のような灯台にはいつも2人ずつ灯台守が勤めていた彼らの交代機は2月ずつであった 二つたつつと新しい2人の灯台森が海岸の香路標識所の宿舎から出かけて行って前の者どもと変わるのであるさて博士がその海岸の町に転地した頃には灯台には上村陸蔵という男と若林利八という男とが当番でいたところが陸蔵の方はある日鉄のらせんはごから踏み滑って 左の足を折っってしまったで誰か代わりの者が行かねばならないちょうどその頃新たに東大森に任命されて海岸の宿舎に泊まっていた盾島もすけという水婦上がりの男があったもすけはもう50ばかりの年配で丈が低く歯の抜け落ちた口に終始パイプをくわえてはニヤリニヤリと悪しそうに笑っているしかし 見たところおとなしそうにて愛想のよい男であったから隣近所の者からも仲間からもかわいがられていたがこのモスケが今度怪我をした陸蔵の代わりに行くことになったのであるその日は空はどんよりと曇っていたが波は割合に穏やかであったモスケは灯台森の制服を着帽子をかむり 着替えの着物や雑具を入れた一つの氷を担いでいつも小舟の出る海岸の砂山の脇へ歩いて行った砂山の上には23人の仲間が旗竿の綱を繕ったり服を乾かしたり望遠鏡で船を眺めたりして働いている「いやあおじいさんいよいよ行くかね?と」とそのうちの主だった一人は仕事を止めて挨拶したが たちまちま君が言ってくれるのはいいが今日はあいにく仲間の者たちが役所の小舟に乗って町の方へ遊びに行ってしまったここに残っている衆はそれぞれ仕事があるからね気の毒だが君を送らせる者もいないしボートもないよじゃああの灯台まで泳いでいくのがねいやとんでもないこった。 おあるある幸い漁夫の二兵さんの船がここに置いてあるからこれを借りてあげようけれども君一人でこぎ切れるかしらそしてその船をここへまた戻すものがなくては困るがねなに三里くらいの海だ年はとっても昔とった絹塚だよ もすけはいかにも海で鍛え上げたような灼灯色の腕をたたいてみせて「親父一人でたくさんでさそれに東大へ着けば空足を痛めた陸蔵という人がその船に乗って帰るんだから船の心配はいりませんわい」「それもそうだねでは気の毒でも一人で行ってもらおうか」と彼は仲間たちと力を合わせて 砂山の裾から一定の小舟を波打ち際へ引き下ろした見るとそれは尖った堅牢なの木造りの舟で外側の板にはワニスが塗ってある穂の真ん中の主範と友の黄範とが付いているそして舟の揺れを防ぐために重しとして小石の袋が45個入っていた舟が水に浮かぶと モスケは公理と一緒にひらりと飛び乗った何でも激潮に乗って灯台を西北に見ていかぬといけないよ間違って灯台の東に出ようものなら暗礁に乗り上げるからねと仲間の者は注意しながら「よういさと腕をそろえて船の友を押したおかたじきじゃあ行ってくるよ。 とモスケはもの慣れた平気な顔で頬をキリキリと巻き上げたそして青黒い潮がどーっと押し寄せた拍子に2つばかり貝をガチャリガチャリ操ると船は巧みに波に乗ってスーッと浜辺を離れたのであるとモスケは火事を安置して自分の体をピタリと決めてぐいぐいと穂の綱を引っ張った おおやおや、あんなに綱を引き絞って調子に乗って親父途中で間違いができねばいいがと砂山の者たちは次第に遠ざかり行く船を心配そうに眺めていた救助を望むの信号機あとは会場にただ一人。 東大の最も高い頂には回転灯が据え付けてあるその丸い室外の狭い縁に出て椅子に休んでいる2人の男がある年若の方は足に包帯をして青い顔をしている年上の方は四十二三で色は黒く眉毛が濃く目が鋭くて手には望遠鏡を持っているこの包帯した方は 足を折った上村陸蔵で嫌に目つきのぎょろりとしたのは若林利八である陸蔵はじれったそうにまだ小舟は見えぬか見えぬかと催促している「まだまだ」と利八はそのつど押し沈めるような落ち着いた声で答えているそんなにせくものじゃないよ陸でも君の怪我したことは知っているから 今に立もすけとかいう新参のじいさんを代わりによこすと言っていたではないか代わりが来てもあんなちっちゃな小舟で揺られて帰るのでは体に毒だがねえ困ってしまうねえおやおや南の方から日本マストの汽船が一層やってきたぜとはちはまた望遠鏡を取り上げた 遥か向こうの水平線の上を南から北へ盛んに梅塩を上げていく一層の石炭運送船らしい船がある尖った三好平らな友中びくの原則黒塗りの船体それを見るとさすがに東大森の職所柄リハチにはすぐその船が三河丸だということが分かった船の名を聞くと 怪我人の陸蔵は足の痛さを忘れて立ち上がって見三河丸ならば伊勢湾を通って四日市へ行く船だよ船長は僕を知ってるから僕はあの船に乗せて行ってもらって名古屋の病院へ入ろうと言っただって代わりの車で動けないのは東大森の規則じゃないか僕には規則より足の方が大切なんだ 足が不自由になるのは嫌だから一時も早く入院したい君どうか信号をしてくれたまえと熱心に言い張るのでリハチも仕方なく旗蔵から二流の信号旗を蹴り出したそれを旗綱へ結んで信号竿の上へキリキリと巻き上げた救助を望むこの信号旗が目に入ったと見え汽船のマストにもひらひらと。 ダクの信号小旗が翻った速力が次第に緩まってついには友を東大の方に向けてピタリと停戦したと思うとまもなく1層のボートが左舷から降りて五六の船員が貝を揃えて漕いでくるやがて東大間近まで来ると「おーい東大森!と」とその一人が口に両手を当てて長く叫んだ

そして船長承諾の胸を告げたので陸蔵は大喜び急いでリハチの背に追われて第1回まで降りてきたしかしそこから波までのはしごを下ることができないのでろくろの綱にすがって雲のようにずるずるとリハチにボートまで下ろしてもらったさようなら大事に押しようありがとうさようなら という挨拶が済むと陸蔵を乗せたボートは波に揺られて本線へ漕ぎえる本線は間もなく怒りを上げて徐々に水天彷彿たる伊良子崎の方へはせ出した南線の血だらけの船長室ノームの中の火事の音 リハは手すりにつかまったままじっと三河丸の行方を見守っていたが次第次第にその黒塗りの船体が青白く水気だった水平線の向こうに消え去ると彼はにわかに不思議な寂しさを感じ出した深い大海の中の波の上に建てられた灯台の中に彼はもう独りぼっちになったのである 今日の仕事は大方は済んだ。レンズも磨いたし、ランプも掃除したし、濃霧警報器も清めて油をさしておいた。その他、まだこまごました用事が残っている。残ってはいるが、いかなるゆえにや、もはや働こうという気がしない。今日は陸蔵に代わる新参の仲間が漕いでくる日だ。 その身も知らぬ男と共に彼はこれから神職を共にし苦楽を共にしてこの灯台に暮らさねばならない一体立島すけってどんな男だろうどんな顔つきをしてどんな性質でどこから来たものだろうと利八はさまざまにその新参者を想像して自問自答しているのであった。

リハチは独り言をしながらがっかりしたように望遠鏡を立てかけたパイプへたばこを詰めて欄干にもたれ薄藍色に横たわる陸地の毛筋のような影をぼんやりと眺めていた彼はもう四五年間この牢獄のような寂しい灯台に月日を送ったのだ見る者とては春夏のないだ青い海原と 秋冬の嵐の波と寒い凍えるような濃霧ばかり家庭の慰めもなければ浮世の楽しみもないこういう嫌な場所へ彼はなぜ好んできたのだろうリハチはさまざまな考えにふけっているうちに次第に昔のことを思い出した自分が水婦の生活をしている頃の思い出 そのうちでも一つの忘れられがたい恐ろしいありさまが今更のようにありありと彼の目に浮かんできた彼の頭の中には今嵐のために壊されかかった一層の小さな汽船の姿が描かれている汽船の折れたマストには日本の国旗が無残に裂かれてぶら下がっている場所は南洋の一つの島である そのノコギリの刃の,のように岩石の勝立した険しい荒磯に気船は怒涛のために打ち上げられているのだ暗淡たる空宝永たる激漏屋敷に吠える清掃な風雨の音その中に哀れな気船はメリメリと悲鳴を上げながら砕かれてゆくのであるこの船は どこの会社にも属せぬならず者の水婦らの持ち船で南洋の人たちとの貿易に従事していたその時も南洋の諸島から黄金真珠珠の宝石を仕入れて本国へ寄港の途中であった船長室の金庫の中には莫大の金も入っていたがいよいよ船が壊れかかったその間に一つの 身震いするような惨劇が戦中で行われたのであった乗組15人の水婦らはもう南戦中に働き疲れて失望のためやけとなったあまり強烈なウイスキーをあおってゴロゴロと死人のように甲板に酔い倒れているで「船長室の珍事をば誰も知らない」「珍事というのは」 太った船長が水平用の大ナイフで胸を刺されて血濡れになっていることだ海図も羅針盤もサッと鮮血を浴びてものすごく染まっているそのそばに血潮の滴るナイフを握って突っ立っている2人の水夫があるその1人は背の低い悪ごすそうな顔をしたやつで お島康家といったそして他の一人は実に彼ハチであったここまで考えてくるとハチは恐ろしそうにまた腹立たしそうに唇をかんで太い眉をつり上げた「憎いやつは安家の畜生だ」「いよいよ2人で船長を殺してしまったから」 急いで金庫の金と宝石類とをかっぱらってあの風雨の荒ぶる夕方にボートを下ろしたっけそして運を天に任せて隣の島をめがけてあの激浪の中へこぎなしたが金や宝石を安家に持たせたのがこっちの誤り安家のやつめ ひとりじめをしようと思ってふいにこの俺を海中に突き落としやがった俺は幸せにも壊れた本船から流れてきたイタゴへつかまって真っ暗な海を夢中で流されているうちに隣の島へ打ち上げられたそして不思議に命を助かり日本へも帰られたが のやのつはどうしたか。その後さっぱり噂も聞かない実にいまいましいのはあいつだなどと思い出すとリハチはまた古い怒りが新しく神道に燃え上がるような気がした彼が東大森となったのはそういうわけからである彼は人殺しの罪を犯した身の上だから その発覚を恐れて陸地にも住まわれずこういう海上の灯台で身をすくめて味気ない月日を送っているのである今しも利八は椅子から立ち上がって例の遠方の船にもう一度望遠鏡を向けてみたさっきよりはよほど近づいているそしてどうやらこの灯台を指してくるらしいさては何か役所から使いが来たのだろうか それにしても役所の小舟でないのがおかしい海にはおいおい揚げ潮があふれてきた漁船はもう1マイルぐらいの距離に近寄った船中の男もややはっきりと望遠鏡へ移り出したおやおやあの男は灯台森の制服を着ているぞしてみると彼がモスケという男かな 一人で漁船に乗ってきたって漁船をこぎ戻すものがないじゃないかとリハチは考えながら眺めているとこの時そよ風がピタリとやんだ船の男は急に帆を下ろして貝を動かし始めたリハチも気がついてふと遠方を眺め回すといつの間にか天気が変わって東の方の水平線上には土手のような 一帯の白いい霧がムクムクと現れ出していたリハチは急いで会場の濃霧警報機へ駆けつけて機械を運転し始めたまもなく警報機はブーブーというような鋭い震える響きを立て始めたリハチは再び欄干に出て海を眺めると恐ろしいものではないかわずか50分間に ノームはもう会場一面に厚く広がって東西南北ただぼうぼうたる霧ばかりになってしまってその底には冬の寒い波が黒く光って揺れているこういう時に汽船はしばしばこの灯台の近所の暗礁に乗り上げて悲惨な最期を遂げるのだもう陸地も見えず船の影も見えない ただかみ合う波の音と獣の吠えるような警報器の響きが濃霧をつんざいて遠く消えてゆくのみであるああずいぶんひどいきりになったさっきの漁船もとうとう見えなくなったがモスケとやらいう男は困っているだろうどうぞこの警報器の音を当てにしてうまくこぎつけてくれればいいが リハチは心配しながら耳をすますと遠くの濃霧の中から船端にきしる貝の音がギーギーと意とかすかに聞こえてきたモスケは果たして灯台にこぎつけえるであろうか溺死自殺他殺 怪しきは後頭部の傷モスケが灯台へ向かってこぎ出してから45日たったすると意外な一つの出来事が海岸の人々を驚かしたそれはモスケが死体となって近所の浜へ波に打ち上げられていたのが発見されたからである教師も冬の空が気境色に晴れ渡って 日光が白くキラキラとさしている東大森らの住む宿舎の後ろの砂山その浜に向かった方に建てられた一軒の小屋の中にむしろを着せられて横たわっているのはモスケの死骸である死骸を囲んで23人の灯台森と金牡丹の制服を着た航路標識所の長官と和服を着てステッキをついた呉田博士と 洋服の中沢医学士とがずらりと立っている博士は昼飯後の散歩のために町を出て中沢医学士を連れて海岸を歩いていた時この長官に頼まれて死骸を隣見することになったのである長官は博士に向かって薄ひげをひねりながら今までの経過を物語ったケガ人の陸蔵の代わりにこの新参のモスケが 東大へ漁船で乗り出したことを話してから。で、その漁船には陸上が乗って帰るはずでしたのに、翌日になっても戻りませんから、仲間の者が心配して東大へ行ってみますと。陸上は通りがかりの三河丸で四日市へ参ったことが分かりました。が、不思議なのはモスケの行方です。東大に残ったリハチと申す者が言います。には彼は確かに。 灯台森の服を着た男の乗った漁船を遠方に見かけたそうですがそのうちに濃霧に隠されてやがてその晴れたのを見るともう先ほどの船は影も形もなかったそうでありますするとその濃霧の立ち込めた間にこういう死骸になったというのじゃねと博士は例の調子で尋ねだした。 ままず、うでございましょうその間に水に溺れたのか自殺したのか殺されたのか何にしても不思議の話でございますと一人の東大森が口を出したところで私の手元に東大森からの報告書がございますが長官は一通の書類を取り出してそれで見ますると 海岸から最後にモスケを望遠鏡で眺めました時にはじいさんは火事の風上のへさきのところに座って穂の下隅の綱をつないでいたそうですそして手にパイプとタバコ入れと思って肘で火事を操りながら手でタバコを詰めていたそうですははは、<laughs> なかなか詳しい報告でございます足で詰めずに手で詰めていたそうですからいや そうバカにしてはよろしくない些細なことが大変な秘密の糸口にならぬとも限らぬものじゃそれもそうでございますでは警察官の着く前に一応先生に死体のお調べを願いましょうかと長官がむしろを取りのけると東大森の服を着た生の短いモスケの少し青ぶかれた顔をした無残な死体が 人々の目の目前に現れた。死後四五日を経ているらしい推死人の多くは大抵魚やカニに疲れた跡のあるものだがこれにはその跡がないそして格別くじいた骨もなければ大した痛みどころもないようだがただ一箇所後頭部に一筋の切り口の荒い傷があるのが目についた博士は一応調べてみてから まずちょっと見たところではこれは溺死したように思われるね不思議なのはこの傷であるがこれはまだ生きているうちに被ったのじゃただ斜めにかすったから深く頭蓋骨まで通らなかったのであるが見逃しにできぬというのはと中沢医学士に持たせていた小鞄の中からピンセットを取り出しながら わしの考えではこの者のは船で海岸を乗り出したがおそらく灯台へは着かなかったものであろうさすればどこへ着いたかということが疑問ではあるがこう言いながら博士はピンセットで頭の傷口の周りの毛をつまんでみて「みー中沢君毛の中にこういう白いものが混じっている」 それと、傷の内部を調べてみるがいい。中沢医学士は、粉のような白いものを拡大鏡で覗いてみて、これは、正しく貝殻の欠けか、海底に住む昆虫ではありませんかそうそう。まさにエボシ貝の殻と海中の殻に違いない。こういうものが付着しているところで見ると、 この傷はやはり貝殻などのまといついた海中のもので受けた傷かもしれぬ。とするとその海中のものとは果たして何であろう剪定だの V などにはよく貝殻がついているものであるがこの傷口のあんばいで見るともう少し鋭いものにでも突き当たったらしいのじゃ。それはそうと。 死人のポケットでも調べたらまだ何か手がかりが出ようもしれぬ探偵博士はだんだん乗り気になってきたいよいよ東大の探偵に着手パイプの吸い殻と前歯の跡再びかがんで死人のポケットを探り始めた中澤医学士はやがて一つの銀時計を取り出した 12時13分のところで針が止まっていますというと博士はその時刻を手帳へ書き込んだなお左のポケットから出たものは灯台森の事例書1本の粗末なパイプモグラ餅の皮で作ったタバコ入れマッチなどであったうちで博士は第一にマッチを取り上げ この硫黄とリントの塗り具合で見ると大変火のつきやすいマッチであるこれは雨風波の中でも容易に使われるから多くは政府が持っているものじゃと言いながら今度はパイプを手のひらにのせて転がしてみたり吸い穴をのぞいてみたりしたが何と思ったかパイプと死人の顔とを見比べてから例のピンセットで モスケの熱い唇を引き上げて歯を調べてみた「アテナこのものはどんなタバコを吸うていたろう」と水浸しになったタバコ入れを開けると中には朝日が袋のままで入っていたこれは怪しいぞタバコ入れには朝日が入っているくせにこのパイプへ残っている水差しを見ると と博士はなおも右のポケットを探らせると3円ばかりの銀貨が入った財布が出てきたこれで見ると金を奪うために賊が殺したものでもないそれから川帯を調べると鞘入りの大ナイフがつり下がっていたがそれは鞘ばかりで中身は残っていなかったアテナこれも不思議じゃ。 中身を抜いて何か防ぎでもしよったのかなと博士は首をかしげるいかがでしょう少しは死んだ原因がお分かりでございましょうかと長官が尋ねたさあよう一二箇所不思議なところがありますな今あなたの読まれた報告書によれば この役所の東大森らが最後に海岸から眺めた時には、このモスケはタバコ入れから巻きタバコを出してパイプに詰めておったそうじゃが、今調べてみると、タバコ入れのは朝日であって、パイプに半分残っているのはマトである。それが不審の一つ。次に不審なのは、このパイプは、 えモスケのものでないなぜそれがおわかりですかと長官はじめ一同は目を丸くしたそれはこのパイプを見ればすぐわかるそら、吸い口のところにこう広く歯の跡がついているじゃろうしかるに死人の甲虫を検査すると 歯が一本残らず抜け落ちている。このタバコの違っている点、パイプの違っている点などから押すと、モスケは海岸を乗り出してから何者かにあったに違いないと思われるのじゃ。なるほど。それから傷跡の問題であるが、これも、 貝殻や海中のついている硬いもので受けたとまでは分かったが、さりとてこの辺りの海には防波堤もなければ、格別海中に建てた網代もない。してみると、果たして何で受けた傷じゃろう。しかし、死んでから三日も流れていますうちには、いずれ何かに。えいや,いや。 死んでからと言われるがこの傷は前にも言った通り生きているうちに受けたのじゃからへえと航路標識所の長官はあきれ返ってしばらくぼんやりしていたがどうもだんだん分からなくなってまいりました何にしてもこれは容易ならぬ事件でございますからいっそ先生方に東大までおいでを願いって。 なお、この上のお調べをお願いしたいものでございますが、いかがでございましょう。と、熱心に勧めた。博士は、無論好きな探偵事件であるから、早速東大行きを承知した。すると、東大森らは、すぐに役所用の小舟の用意をした。小舟は、煙を吐いて役所の裏の浜へ開港してきた。博士の一行は、それぞれ用意をして、 いよいよ灯台の探偵に着手すべく乗り込んだ事件の真相はこれからわかる灯台森の尋問緻密なるかな博士の観察小舟は青い波の上を滑るようにはせあまたの漁船の間を縫ってまもなく赤塗りの灯台に着いた。 灯台の第1階の丸縁に出て望遠鏡でこちらを眺めている2人の灯台森がある1人はリハチで他の1人はモスケが行方不明になってから海岸の役所から勤めに来た深沢という若い男であるちょうど引き潮時であったからいつもは波に隠れている灯台の下の土台となっている杭いだのはしごなども 今は水の上にかなり下の方まで現れている見るといつも水に隠れている部分には貝殻だの海中の殻などが真っ白にくっついているしかしそれに目をつけたのは呉田博士のみであった小舟がピタリと横付けに止まると一同は順々に水あかでぬらぬらしているはしごを登っていくしかしそれに目をつけたのは くれたた。博士のみであったするとリハチと深沢の両人は一同を導いて灯台森の居間に入れたそれは船室のような狭い小汚い部屋で窓が2つ3つあった小舟は一同が灯台に登ったのを見るとまた煙を吐いて南の方へはせったそれは博士たちの帰りまでの時間を利用して 近所の波に浮かべてあるブイの見回りに出かけたのである金ボタンの長官は椅子に腰掛けながらハ八に向かって「今日はモスケの変死事件についてきたのである」「モスケの死体は今朝海岸に上がったがその死因がわからぬによって君らを参考人として取り調べねばならぬ」と言い渡すとハ八は少し驚いた顔をして左手を押さえた。 ふと見ると。その左手には包帯がしてあった。その手はどうしたのだ？いいえ、これは大根を切り損なって少しばかり痛めだのです。とリハチは何気なく答えた。博士はじろりとそれを眺めたが、なお、室内の一物をも見逃すまいとするように、それとなく鋭い目を隅から隅に配っている。 リハチの言うところには別段新しい事実もなかった4日以前一人の灯台森の乗った漁船がたちまち濃沼に取り巻かれたから急いでノーム警報器を鳴らしたが霧が晴れるともはやその船は見えなかったあの時は潮の流れが速かったから多分灯台の在りかを誤って流され復没したのだろうと言った 君が漁船を見たのはいつごろであったかまた乗っていたのはどんな男だったかと博士が聞いた11時半ごろでした乗っていた男はこちらへ後ろ向きに漕いでおりましたから分かりませんでしたその男は何か荷物を持っていたろうかいたとすればどんな荷物であったろう たけこおりがおばしらのしたにつんであったようでしたそのたけこおりはなにかでしまってあったかあさなわでかめのこしりにしてありましたその時に船ときにふねととうだいとのきょりは半マイルほどでしたろうか半マイルと博士はかせはおどろいて。 そんなに遠方のものをよく君はそう詳しく見られたね望遠鏡で眺めたからですといまいましそうに言い放ったハ八の顔は少し赤かったこれで一応尋問が済んだから長官とハ八とは何か東大上の任務のことで別室で打ち合わせを始めた博士と中沢医学士とは窓の方へ歩み寄った が博士は海を眺めようともせぬその目は絶えず部屋の片隅の一つのテーブルの上に向いているそこには23本のパイプが転がっていた博士は先ほどからこのパイプに注目していたのである東大の者は皆タバコ好きと見えてなかなかいいパイプを持ったろね と博士は何気なくそばにいた灯台森の深沢に行ったそして一つ一つ手に取って眺め出したええこんな海の上にいまするとタバコでも吸うより他には何の慰みもございませんからこれはみんな君のパイプかえい,いえ私のはこの左の端の潰れかかったのでそれから右の端のがあのリハチ君のでございます この真ん中のは、これはつい見かけたことがございませんが、多分これもリハチくんのでございましょう。なるほど。持ち物によってその人の性質もわかるものじゃねえ。君のパイプは穴の縁が焦げている。君はきっとタバコを吸いながら話に夢中になる人じゃろう。えへへへ。 当たりました。とかく私はおしゃべりで困ります。と深沢は決まりが悪そうに頭をかく。それからこのハチ君のパイプだがこの持ち主はタバコを吸いながら耐えすパイプを噛むに違いない。しかも揃った強い歯で噛むらしい。そして穴の縁を無性にほじくったり。 吸い尽くしたタバコを払う時には乱暴に物にぶつけたりなどする癖があると思うのじゃそれも当たりましたところで一番わしの目を引くのは真ん中のやつじゃそれはやはりリハチのだと今この深沢君が言ったじゃございませんかと中沢医学士が言った いや、そうは言ったが、リハチくんのではあるまいとわしは思う。というのは、ほら、ずいぶん古びたパイプじゃが、刃の跡が少しもついておらぬ。また、穴の縁をこそげた跡もない。それから、パイプの周りについたこの銀色の帯が真っ黒じゃが、リハチのは真っ白である。 博士が説明を続けるうちに用を済ました長官は別室から一人で入ってきたそして感心して博士の言葉を聞いていた先手に刺さった一本の大ナイフ線を抜いて沈ませる形跡長官はこの時進み出てて先生 そのパイプの銀の金具だけが真っ黒に変わっているのは何のせいでしょうこれは何か硫黄のために銀が変色したのじゃねえ。おそらくポケットの中へでも入れているうちに硫黄に触れたのじゃろう。と今度はパイプに残った水差しの巻きタバコを調べてみておおこれは朝日が刺さっている。 朝日ですと,と学士と長官とは驚いたそれから吸い口の穴にこんな綿毛が詰まっているこれを一つ調べてもらおうかで中澤学士が用意のかばんの中から顕微鏡を取り出して調べてみるとその綿毛はモグラモちの毛であることが分かったモグラモちの毛 と叫んだ中沢学士はまた長官と目を見合わせたではこれはあの死んだモスケノではありますまいかそうじゃ確かにモスケノじゃその証拠は第一にこのパイプには歯の跡がないしかるにこの灯台にいる者は皆歯が揃っているのに モスケの死体を調べたらば歯が一本もなかった次にこのパイプに残っている朝日はここでは誰も吸うものがないただモスケのポケットにあったタバコ入れから朝日が出てきたばかりであるそれからこのパイプの銀の金具が真っ黒に変わっているのは硫黄のためであると言ったが モスケのポケットには硫黄を塗ったマッチが入っていたこのパイプの穴にはモグラモチの毛が詰まっているがモスケのタバコ入れはモグラモチの皮でできていたのはさっきご覧の通りじゃそしてモスケのポケットにあったパイプは明らかにこの部屋にあるリハチのパイプとにおっている これらの点を合わせて考えてみると彼モスケは海岸を乗り出してからこの灯台へ一度は着いたことが疑いないのじゃ先生ちょっとお待ちくださいまし。と長官はにわかに望遠鏡を取り上げて窓から海をのぞいたがあれあれ あそこへさっき部位を見回りに行った私どもの小舟が一艘の空の漁船を引いてまいりますひょっとするとモスケの乗り出した船が見つかったのかもしれませぬその言葉を聞くと一同ドヤドヤと外の丸縁に出るそこにはリハチが何か落ち着かない心配そうな青い顔をして近寄り来る小舟とそれに引かれた漁船とを一心に見守っている 漁船は半ば以上潮水が満ちて沈みかかっているやがて二つの船が灯台に着くと小舟から一人の水夫が上がってきたどうしたのかそれはモスケの乗って出た船ではないかと長官が訪ねた水夫は挙手の例をしてはいさようでございます私は南の方に帰り 玉姫崎の東方の部位のそばまで参りますと、偶然にこの沈みかかっている船を見つけたのでございます。ところが長官、なんと驚くではございませんか。この船は、わざと沈没するように仕掛けてございました。わざと沈没するようにはい。第一に、船定の線を抜いて、塩水の侵入するようにしてあります。それから、 船の揺れを防ぐために入れてあったはずの砂袋が一つも見えません大方海中に投げ捨てて容易に波に転覆するようにしたものでございましょうなお不思議なのは船の胴の間にこのナイフがちょうど高いところからでも落ちたように真っ逆さまに突き刺さってありましたと水夫は一つの抜き身のナイフを差し出した ええ、残念もうダメだ残部とばかり海中に飛び込んだそれを見ると長官は目を丸くし「うんナイフかまさか空から落ちたのでもなかろうしおかしなわけだないやそれこそリハチの担当じゃ」と博士が言った。 そしてこの丸縁からその船に落ちたのじゃ。何でございますとあの船は霧の中で行方不明となってここまでは参らなかったと先ほど申し上げたではございませんかとリハチは顔を真っ赤にしていった。なるほどそうは聞いた。が。 この灯台に果たしてモスケが来なかったとすればじゃお前のパイプがモスケのポケットにあってモスケのがこの灯台のお前の部屋にあったのはどういうわけかそんなことは存じませんとリハチは急にまた真っ青になって声も次第に震えを帯びてきた知らぬとすれば わしが言うて聞かそうかまず彼モスケなる者はあの日にこの灯台へこぎつけて竹氷を追ってお前の部屋まで上がってきたのじゃそこで何かお前と話をしながらモスケは自分のパイプへ朝日を詰めて吸おうとしたがあいにく穴が詰まっている それを見るとお前は自分のパイプへヤマトを詰めて貸してやったのじゃ。しばらくすると二人でこの丸縁へ出たが、じきに喧嘩を始めた。モスケは腰のナイフを抜いて防ぐうちに、ナイフは彼の手を滑って下に繋いであった船の中に落ちた。するとお前は、 彼を欄干から海中に突き落としたのじゃが、その拍子にモスケは貝殻のついているあの杭で頭を打って傷を受け、そのまま流され溺死したのじゃ。その後でお前は船の線を抜き、砂袋を残らず海中へ投げ捨てて、 わざと沈没するようにして押し流したその時がちょうど12時10分すぎであったリハチの体は病人のように震えだしたびっくりしたりあきれたり恐れたりするようで何とも言われぬすごい目つきをして博士の顔を見守っている。 しかしあきれたのは彼一人ではない長官も中澤医学士も深沢も皆同じくたまげている「どうじゃリハチわしの言うことに間違いがあるまいもうこう露見した上は速やかに男らしく複在せい」と博士は鋭くにらみつけた。 まるでこの場で見ていたように言い当てられた。ええ、畜生もうもうだめだ。とリハチは拳を握り、目をすえきって呻いていたが。もう絶対絶命だと欄干に手をかけるが、早いか。ひらりと身をかわして高い。灯台から斬舞とばかり海中に飛び込んだ。 悪人が逃げようとて逃げおせるものではない李八が海中に飛び込んだと見ると灯台下につないであった小舟から23人の水夫がすぐさま抜き手を切って泳ぎ着き格闘の末とうとう彼を縛り上げてしまったモスケを突き落としたのは全く自分だと李八は白状したあの日霧が晴れたならば漁船の影が見えなくなったというのは嘘だ 実は船は濃霧警報器のおかげで方向を誤らずに無事に灯台に着いていたのだで梯子を登ってきた新山の灯台森の顔を初めて見ると利八はびっくりしたそれは34年前南洋の孤島へ汽船が打ち上げられた嵐の晩手伝って船長を殺した小島康家であったのである 自分をとから突き落としたあのがやはり罪の露見を恐れるあまり「モスケ」と名を変えて灯台森となりリハチのいるとも知らずこの灯台にやってきたのだと知れたからだリハチはともかくもモスケを部屋に導いてパイプを貸してやりながら昔の罪を責めたモスケは青くなってわびたけれどもだんだん怒りが高じてきたリハチは 親父を丸討ちに追い詰めそこで博士の推察したとおり格闘してついにモスケを海に突き落とした左手の包帯はその時モスケのナイフから受けた傷であるそしてリハチは漁船をも解き放して海に流したモスケも沈み船も沈めばこの海上の出来事を誰も見ているものはない 同時に昔の船長を殺した罪を知る者も天地の間に耐えてしまうから利八はこれから安心して枕を高くして寝られることと喜んだかいもなく鶏眼なる博士のためについに見わされたのである。